皆さんこんにちは、今回フェスがまた開催されるということで、今回のお題が朝ごはんを食べるならパンかご飯かパスタっていう3通りに分かれてるんですけども、まあ、左からふうかちゃん、うつほ、右が万太郎となってます。で今回猫ちゃんのご飯を置いて、猫ちゃんがどのご飯を食べるかによって、まあ、占いですね。要は勝つチーム、フェスで勝つチームを予想していきたいと思います。名付けて猫ちゃん占い。前回ですねやった時にちょっとなんだっけ、外れちゃったんだよね。どのチームが勝ったか忘れちゃったんですけども、外れてしまってちょっと謝罪もしたという、猫ちゃんが今度リベンジしたいっていうことで、ちょっと今回はリベンジさせていただきたいなと思います。はい、ってことで猫ちゃんを解放いたしまして、まず最初に来るのはどの子かな。一匹ずつね来てくれるといいんですけど、うち三匹飼ってまして、ドラちゃんとピカさんとトムがいるんですけども、まず最初にドラちゃんが来ましたね。ドラちゃんが、あ、ドラちゃん、スズカちゃんの行った、あ、一番左行った、パン派だ。ドラちゃんパン派に行った、もう普通に食べてるわ。ピカさんも、あ、ちょっとそっか、ドラちゃんがいるからピカさん、ちょっと待ってめっちゃ舌なめずりしてる。ピカさんなんか万太郎の方いやいや言ってたな今。はい、ということでドラちゃんはお家にお帰りになったということで、今回ピカさんがどこに予想するか見ていこうかなと思います。ドラちゃんは最初の一番左のね、風花ちゃんがパン派が勝つと言ってくれたのですが、ピカさんいらないの？ピカさんいらない？一番食いしん坊のトムを解放しました。何を食べるのか見ていきましょう。来るかな？気づいてないかな、ご飯に。気づきましたね、来ましたね。トムは何を狙うのか。どれがお好みだい？やばい、ドラちゃんも来た。あ、パスタだ。トムパスタに行った。で、ドラちゃんやっぱりご飯派だ。ご飯じゃない、パン派だ。もう決まってるんだ、自分の中で。パン好きなんだね。パンが好きなドラちゃんと、パスタが好きなトム。ご飯も好きなの。ご飯も好きなの。トムがどっちかわからんな。でもドラちゃんはパンってずっと言ってるね。あれ？あれ？ドラちゃん。パスタに浮気？なんでもいいじゃん、もう。なんでもいいじゃん。ちょっと。え、もしかして食ったの？あ、トムに取られたんだ、パンが。トム、パンもご飯もパスタも食うじゃん。で、困ってパスタ来たのか。え、全然打つ方誰も食べないね。トムがちょっと食べたぐらいだ。ってことは、パンが今回優勢か？パンが1着、2着がパスタ、3位がご飯みたいな感じになりそうだな。まあ、この占いをね、信じるか信じないかはあなた次第なので、ここは、はい。各自、自分の判断で従ってください。